はい、皆さんこんにちは、榊敦史でございます。産経新聞にね、昨日出ました関平さんの記事というか、関平のチャイナウォッチというですね、コラムですね。もうどうでしょう、10年ぐらい続いてるんちゃいますかね。私大好きで毎回欠かさず読んでますけどね。今回はこんなタイトルでございまして、怪しげな人口 80% 感染説ということでございまして、読んでいきましょう。先月21日、中国疾病予防コントロールセンターの専門家、呉孫友氏は短文投稿サイト、ウェイボ、これはまあ中国のツイッターですね、に投稿し、中国の人口の 80% が新型コロナウイルスに感染したとの認識を示した。この感染率からすれば、人口約14億人の中国ではすでに約11億2000万人が感染した計算になる。私はこの 80% 感染という数値に大いなる疑問を感じざるを得ない。関平さんね、中国政府がゼロコロナ政策を放棄したことから爆発的な感染拡大が始まったのは昨年12月7日以降のことだが、それからわずか1ヶ月半で国民の8割が感染してしまうような事態が果たして可能なのか。まあ、関平さんはね、そっちの専門家ではないんでですね、まあ推論でしかないんですけどね。検証のためにまず中国以外の各国の感染状況を見てみよう。 NHK 特設サイト掲載のデータによれば、1月25日現在、アメリカの累計感染者数は1億219万人、人口に対する感染率は約 30.5%、 日本の累計感染者数は26日現在3231万人、人口の約 26% が感染。先進国の中で感染率が最も高いのはフランスだが、それでも 57% 程度。そして世界保健機関 WHO が先月28日に発表した世界全体の累計感染者数は全世界人口の 10% 以下であるというところまでがですね、無料で読めるんですね。これはですね、有料記事なので、その後は読めないということなんですけども、私にはカビがあんねんでということですね。こうして比較してみると、呉氏いいですね、呉の呉孫、何やったかな、呉孫友さん、こうかな、呉氏が出した一般感染率 80% という数値はいかにも怪しげに思われよう。しかも先の各国はですね、約3年間の累計でやっと数十パーセントの感染率となったのに対して、中国の場合はゼロコロナが終了してからわずかの期間でいきなり人口の 80% が感染したとは簡単に信じられないと、まあ、おっしゃる通りでございますね。何を根拠に8割と言ったはずでしょうね、この呉さんという学者は。いかにも怪しいですよね、このあたりがね。大体こういう場合ですね、ためにするわけですよ。ためにする。要は何かの目的があって、その目的のために、数字を発表するわけですね。これは政府機関の発表ではなくて、一致専門家の発表となりますね。で、これに対して中国政府は一切公式見解を示していないと。で、公然と是正することも否定することもできないと、その意味するところは、これは習近平にとってですね、都合のいい数字かもしれないというふうに書いてありますね、関平さん。で、今年3月にですね、中国ではですね、政府の交代が行われます。去年の10月に習近平3期を決めたのはですね、あれは共産党の指導部、総書記とその指導部たちの交代を決めたんであって、共産党が指導している中国政府のですね、要は行政の実務を担う首相ですね、今は李克強さんですけども、
がですね、李強さんに変わると。変わると。で、李強新首相ですね、の明るい雰囲気の中で順調なスタートを切ってもらいたいというふうにですね、習近平は考えているわけですね。そのためには建前上3月までにコロナ感染拡大を収束させたい、全人代の前に収束の勝利宣言を出すことが習近平にとって必要不可欠な政治日程なのであるというふうに石井さんは見てますね。こうしてみると前日の感染率 80% はまさに政権の政治的日程に合わせて出された数字である疑いを免れない。なぜなら8割感染となれば 100% 感染の収束がもはや手の届くところにあるからである。そんな都合よ行くんかよえって実際5市は8割感染という数字を出したとき、すでに大部分の人が感染したため、今後 2,3 ヶ月の間に中国全土で大規模な感染再拡大などが起きる可能性は小さいという見方をしました。これはまさに習近平のための見解ではないのか。まあ、あの習近平はそうあってほしいと思うわけですね。新政権発足、新政権が発足後にですね、こう収束しているとは非常に明快な話ですからね。この国では専門家までもが所詮習主席のしもべのような立場にある。唯一違うのは新型コロナウイルスだと。要は新型コロナウイルスは習近平の言うことなんか聞かへんでっていうことですね。果たしてコロナも今後習主席の命令に従っておとなしく収束終わるということですね、するのだろうかというふうに石平さんは疑問を投げかけておられます。まあね、新型コロナウイルスがですね、習近平がもう終わらせてって言うとる境に終わらせたのかなんて言うわけないやん、もう思うわけないやん。そうでしょ。だから8割感染なんていう数字が流れてますけどね、これはやっぱり政権の願望でしょうね。どうも習近平という人はですね、こう世間を舐めちきってますねまあ舐めちきってもうまくいけばいいんですけど、まあうまくいってないですよね。ゼロコロナ失敗しましたし、で今度はですね、もう 100% 感染というのを目指してますけども、そんなにパパッと終わるもんでしょうかね。まあ終わるかもしれませんけど、まあ共産党の場合何でも命令できますからね、終わったって言うたら終わるんですよね。北朝鮮がですね、金正恩君が終わったって勝利宣言したからですね、今ですね、謎のですね、肺炎がですね、流行りまくってるらしいんですけど、それがコロナだとかですね、コロナであることはありえないわけですね、今北朝鮮では。だから今後中国もですね、4月以降にですね、謎の肺炎が広まってもですね、それはコロナちゃうねんと。共産党が決めた限りはそうなんやということになるのかもしれませんね。そのあたりどうなるのか見ものでございますけども、春節はもう終わった頃でしょう、きっと22日からですから、もう公式には終わったぐらいのことでしょう。なんで、農村でですね、どの程度今蔓延しているのかっていうのがですね、まあそろそろ伝わってきても良さそうな感じですね。で、皆さん都会に戻ってくるでしょ、田舎に帰った人がもう戻ってる頃だと思いますけど、まあ来週から本格始動でしょうかね。そこでまた一騒ぎ二騒ぎ起きるんちゃうんかなという気がします。ただ中国政府ですね、経済をなんとか立て直そうという意欲は見られますね。だからその施策というのはですね、まああんまりこうですね、バチッとしたですね施策が出てるわけではないですね。どうなるんでしょうね。まあ別に、私が心配することではないんですけども、今後ですね、中国の出方次第によってはですね、混乱はさらに広がっていく。で、経済は失速していく。どうなんの、社会不安になるやん。これからどないなんの、習近平さん赤のちゃうのというふうにですね、なっていく可能性は十分に考えられますね。はい、まあ、どう言いましょう、あんまり混乱してもらっても困るんですけど、ある程度ですね、混乱してですね、経済が失速したまんまというのはですね、日本にとっては望ましいんではないかなと思いますね。はい、ということでございまして、
この産経新聞のアドレス、読めませんけどね、まあ、一応私今内容は大体全部途中読み飛ばしたというか端折ってこう お話をしましたけども、大体内容はお伝えできたと思います。ただ一応貼っておきますんで、ご興味のある方は行ってみてください。はい、皆さんどうもありがとうございます。